南部シシバなヘビは、マイマイヘビかシシバなヘビ族に分類されるヘビ。アメリカ合衆国固有種模式標本の産地は、チャールストン周辺。最大全長61センチメートル。シシバなヘビ属最小種。胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の数は25。相配出口までの覆面にある幅の広い鱗の数は115から134。 腹面の総排出口から、後部の鱗の数は32から44。背面には22から32個の暗色斑が入る。胴体およびお腹面の色彩は単色で黒っぽい斑点が入る。粉炭を覆う鱗は反り上がり、幅は左右の目の間隔より狭い。粉炭板と全額板や鼻間板の間、左右の鼻間板の間、左右の全額板の間に、 タイではない小型ウロコが3から12枚ある。左右の全額版はあまり小型ウロコがあるため接しない。規定が砂の森林、農耕地などに生息する。植生は動物食でカエルを食べる。繁殖形態は卵性。1回に8から10個の卵を産む。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に飼育か繁殖個体が流通するが、 流通量は少ない。ありがとうございます。